ということで、もう最先端の話題ですよ。今日、e スポーツやってる人いますかね。はい、これはテレビゲームの大会とか競技、なんかプロの方もいるんですよね。賞金かけてなんか世界大会みたいなの戦って、何千万とか買ったらもらえるみたいな話聞きましたけどね。うん、はい、映画、はい、e スポーツやってるよ。大会とか競技に出てる。はい。B、うーん、何ね、e スポーツって。 なんで T ーサージ聞いてる人がこんなのも分かるのつってね。分からんはずよつってね <laughs>、はい。メールで参加する方は hip atmark ROKINAWA.CO.JPHIP、ok、atmark ROKINAWA.CO.JP はいよ電話がですね098 869-8640はいファックスが098869-2202となっておりますので今日もですね いつものように1時までは A と B のパーセントがこんなになるんじゃないのかトントントンと言って予想もタッコはしてからに送ってください見事タシカンカンの方にはお米券をプレゼントしておりますよはいなおかつ火曜日は EnjoyHome より EnjoyHome オリジナル T シャツを1名の方にプレゼントします欲しい方は懸命に EnjoyHome とお書きください T シャツなので希望のサイズもお忘れなく はい本日も住所氏名連絡先を添えて張り切って参加してみてくださいお待ちしておりますよさあそれじゃあですねお昼のニュースいってみましょうか世の中はどんななってるんでしょうか今日は報道部ニュースセンターから小磯誠デスクです小磯さんはいこんにちははいこんにちはよろしくお願いしますはいお伝えしますはい小磯さんどうもありがとうございました今日は そんなに持たないんだろうな。小長さん、いいスポーツやってる人っています。周りに。いや、いないですね。僕自身もあんまり興味ないですしね。はい、ありがとうございます。本当にね。極論言っちゃうと、スポーツなのかなと思ったんです。ところね。まあね、まあ、前の世代はやっぱりそう思いますよ。ねそうなんですよ。だって、僕らなんて、正直、この、なんだ、十代の時に。大したゲームなかったですからね。なかったですね。 ファミコンがギリ出たぐらい、かな。うん、でも、そんなに持ってる友達っていなかったですもんね、うんはいはい。なかなかいなくて。うん、高かったでしょう。高かったです。うん、で、その持ってる人の家にみんな集まろうという。そう、そういう感じだし。はい、僕の友人は持ってなかったんで。友達の家に集まることもなかったですね。そうなん、これ、でん,でん、電子ゲームなんて、なかったですよね。うん、ないですよね。大体、あのー、なんだろう。 普通テレビにこう接続したりするじゃないですかはい、はい、テレビなんて一家に一台でしたもんねああそうですねうちらのはみんなが使うテレビそうだからそんなにね優先権なんて持ってる友人いなかったし確かになそうなんですよだからそういうあの手のゲームは何だろうあのインベーダーゲームが出た時にはい、はい、喫茶店とかそういうとこでやるもんだみたいなね,はいはいね感じでしたね、はい、これすごいんですよ、うん 主な日本人、うん、e スポーツプロプレイヤーの賞金ランキング、うん、2024年調べなんですけどカキ、うんうん、ピー選手っていうのがいるみたくて、はい、はい、えー、1億7600万円です,、ね、すごいですよね22歳すごいですよねシャドーバースっていうオンラインカードゲームの世界王者 <laughs>、はいえー、麦選手はい 万円フラッシュ・ロワイヤルというオンラインカードゲームの世界王者現在二十歳はあそうなんですかはいトキド選手那覇市生まれ横浜育ち東大卒プロゲーマん、ストリートファイターというこれはちょっと僕も知ってるんですけどストリートファイターという格闘ゲームで活躍6400万円すごいなあだねえあのこのこの 東大ですとかね、はい、いわゆるこう旧帝大慶応を卒業した方って大体商社に行くとか、うん、あとは官僚になるとかっていうはい、はい、そういうイメージがあったんですけど、うん、今違いますもんね,そうですねこういうプロゲーマーになったり芸人さんになられたりとか。うんうんうん なんか時代ってどんどんん変わっていくんだなーと思ってこれ本当に面白いんですけど、うん、なんか僕らなんてさっきもちょっと言いましたけど、うん、このゲームやるなって言われてた世代なんですよね。そそうですそうでですすやるな勉強しないって言われたのに、まあ、もうこれがもう何て言うのかなスポーツになりはい、はい、賞金が出て、うん、これで食べていくというねそうなんだよ俺もやっとけばよかったよと思って <laughs> <laughs> あんな反対されてても。ねえ。 ただ,ただ多分親買ってくんなかったろうなまあまあそうなんですよね, <laughs> ね<え>高かったしねそう,そうなんですよだから今そうして考えるとやっぱいい時代って言えるのかなあの自分のやりたいことを見つけてその道に行けるっていう,、ね、そう,そう,そう選択肢が増えるというかねだって YouTuber だってねまさかこんなのが成り立つと思わなかったら今もう立派な職業になっちゃってるじゃないですかそうす、ね、だって、うん、僕らのそのねちっちゃい頃とかって遊ぶのってもう、うん、アナログゲームじゃないですか そうね確かにねなんかボードゲーム何でしたっけ人生のゲーム人生ゲームか人生ゲームあそう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 サイコロ振ってねそうアナログなやつあのなんか車みたいのにそう子供が生まれたらこう傍させてってみたいなそうそうそうあんなので楽しんでた世代トランプとかねあと野球盤でねそう野球っていう本別のるのがパカって下に引っ込むんですね <laughs> 本当ですよね <laughs> 超アナログそれかもうとにかく、あのー、泥にまみれて夜、うん、遅くまで野球やってみたりとかね本当、うん、暗くなるまでっていうかそ,うそんなものでしたよね確か。うん、であと、うん えっと僕らの頃ラジコンとかが出始めたんで高かったですけどね<え>であの本物ラジコンとちょっとおもちゃラジコンがあるんですよおもちゃラジコンなんてもうなんか右にしかまからんとかなんですけどそのおもちゃラジコンでさえ僕は嬉しくてあ<ー>だから何て言うのか実際に触って実際に動かす、うんうん っっていうのが主流だった昔自転車もそうですけどバーチャルってなかったんで、うんうん、全部実際に触ってやってましたねそうですよね、うん、だからもうやっぱり今はもうそのコンピューターというかその辺りがどんどん進んでいってるんで、うん、こういう時代になってきてんだろうなと思うんですけど、はい、僕はでも無理だな <laughs> 多分まあね多分、まあ、まあ僕やったら多分はまるんで、うん、やらないようにしてとかあるんですけど、はい、僕ねはまんないんですよゲームだめなんですやっぱり。 そうですね、もうとにかくあの何だろう根気がないっていうか。<laughs> <laughs> いやもう今時のなんかあのなんか宇宙船とかのゲームだったらもうすぐブキューってなってブキ,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 キューってなってはい三級終わりみたいなもう,もう終了ってことですねテトリスだってもうすぐダメでしたああもう無理 <laughs> <laughs> もう無理テトリスは俺割と好きなんですけどもう,もう無理って思って本当に <laughs> <ー>結構ねすぐ投げ出しちゃうんですよ。 単純なものしかダメです僕はこれでびっくりするんですけどグランツーリスモっていう車のゲームがあるんですよどん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 進化していってめちゃくちゃ本物に近くなっていくんですよで僕車好きだからいやいやゲームやるんだったら実車を触ったりね実車乗ったりする方が楽しいなと思ってたんですよそしたらこのグランツーリスモ一生懸命やってるゲームの人が本当のレースに出るってなって本物のレースで勝ったんですよへえ っってていうのが映画になってるんですよすよだからもうあんまりバーチャルと、うん、この本物のあれの区別がついつかなくなってきてるなと思ってこのレースに関しては。シミュレーションがそのままその方の実体験的なものになって実際の乗った時にもじゃあ違和感なかったんでしょうね。そうそうそうでこの本当の本当のレーサーが使ってるシミュレーターみたいなのもあって、うん、このシミュレーターって、うん、例えば世界各国にいろんなコースあるじゃないですか。はいはい、こののコースの どこがへっこんでるとか、はあ、どこがちょっと壊れて日々入ってるとか、はい、あんなのも全部再現されてるらしいんですよすごいなだから本当のレーサーもこれで練習してるっつってなるほどねもうだから、うん、もうわかんないっすわかんないっすねほんとに、はい、もうなんかもうちょっとおじさんもどうしていいかっていうこんな感じになりますねだからもうおじさんもだからこんなのやるんじゃなくてすぐ飲みに行くわけですよそうですね <laughs> そうですね。いや、こんなのつって、カウンター座ってた方がいいよ。いつものメンバーとね。うん、あのハンドル握ってシート握るんだけど、カウンター座ってた方がいいよ。つって。なるわけですよ。だから。ほんだ方がいいよ。そうですね。考えたら、もう、だから、電子書、電子書籍もダメですもんね。なんかもう、これはもうね。うん、ページを、めくっていかないとダメですしね。ね。いいんだよ。こんなおじさんはつってね。そうですね。今夜も、じゃ、もういいおじさんはつって、いきます。 ありがとうございました。はい、ありがとうございます。<laughs> いや、本当にそうなんですよ。興味があるおじさんもいると思うんですけど、興味がないおじさんもいるんで、もういいよこれってなるおじさんもいますよ、確かにね。はい。<laughs> お昼のニュースは報道部ニュースセンターから小磯誠デスクでした。はい、本日のアンケートですね。e スポーツやってる人いますか？テレビゲームの大会や競技、映画はい。 e いい、えー、スポーツとはエレクトロニックスポーツの略でコンピューターゲームビデオゲームを使った対戦をスポーツ競技として捉える際の名称ということでと家でテレビゲームやってるだけでは e スポーツとは言えないんじゃないかな対戦型とかまあまあ,あのねオンラインで今対戦家でできるやつもありますけど大会。 大会あるよっ,つって、まあ、リアルに行く大会でもいいですしオンライン上の大会でもいいですけどああいうのやってる人いますかってことですねはいうちのディレクターは何でしたっけストストリートファイターストツとかいうやつ、うんうんうん、あれストリートファイター2だからストツ、うん、にハマってたらしいんですよであの時まだオンンラインとかかないから あちこちここのゲーセン行っっててから、ね、道場破り的なことをやたたみたいですだ誰が一番チューバーかっつって,って沖縄中行ったって原付き乗ってからうん <laughs> だ見てごらん今今こんななってるさもう <laughs> 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 今でもこのスト,ストリートファイターあるからねうん、うん、すごいっすよねである程度も沖縄の中でわ一番チューバーっすさと思って「内地行こうっすわ」っつってリアルに内地行って。 秋葉原とかか行っっってやたたたたらしいいんでですすよ全然歯が立たなかったみたいですレベルが全く違うっていう <laughs> 世界は広いね。ということはやっぱ東京が本場なのか今はオンラインであちこちでねできますけどやっぱ東京出身の人強い今でも今今あんま関係ない,係ない、ね、ああオ,オンラインだからねからうんはい,当当い,いこどこ 中世界で言うと中東が強い日本じゃなくて,なくてこれ日本発祥じゃないの日本発祥ですはいやらっとんだ <laughs> ああそうか中東石油がいっぱいあるかじゃないもしかして <laughs> 石油がいっぱいあるかじゃないのい <laughs> 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 きましょうえヤッホーヒープーニアクマさんリスナーの皆さんこんにちはえー、海が見えるところからたつきの母ちゃんなのだこんにちは <laughs> アンケート B テーマ e スポーツということで いいですね。あのあれあれ。Wii あ,あるさね。あのゲーム前に子供たちと買おうとしたけどやめた。ドッタンバッタンうるさくなりそうだから。でもやってるの見たら欲しくなるんだよね。ヒープニーンは Wii で遊んだことありますかではではもかちゃん来るまで頑張ってね。えー、っと全然僕このジャンル詳しくないんですけどディレクターいくあーファミコンの次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 。それが Wii。 全然わかんないですね。あれでしょあの実際にこのテニスのなんか棒みたいの持ったら画面でテニスできるやつでしょう。ねリモコンで。テニス行ったがよくない。<laughs> って思うんですよ。僕。<laughs> いや、でも、今は、まあ、まあ、まあ。 家で手軽にできるからね。そうそう、いつでも夜夜中でもできる。夜中でもとったんばったりして丸ですけど。いつでもできるって雨降ってもできるしっていうところではあるんですけどね。うーん。で、リアル世代は。いや、リアだったら、本当に行ったほうがいいんじゃないかってなるんですよね。うん、えー。ヒープさん、皆さん。えー、息子は眉命です。よろしくお願いいたします。はい、こんにちは。今日は朝から雨の天気、梅雨入りしましたからね。 アンサー b ヒブさん中学生の頃にインベーダーゲームゴルフぐらいで息子の WEE でボーリングぐらいですねじゃあヒブさん時間まで頑張ってくださいえー、うちのディレクターいわく任天堂スイッチの前の前がそれが w e なんで WEE に足こだわってるわああ新しいのは n i n t e n d っていうの一番最新のやつはふん知ってるうちのハンダのメンバーを 当然知ってるウィーやったことあるウィーでボーリングもできるまあまあそう書いてますからねうんボーリング行ったほうがいいんじゃないの <laughs> って思うんですよいや,やばさりちゃいちゃいちゃいマジでマジでグランツーリスモだったら乗れないさ本当には あ,あ,そうあんなの金いくらあっても足らんしこんなサーキットの免許も必要だしってなるけどボウリングは行った方がいいんじゃないのって <laughs> 思うんですよ単純に。いやリアルかもしれんけどうんまあまあ行かなくていいからこれがあるわけですよね現場に行かなくていいからこれがあるっていうことなんですけどね <laughs> はいコマーシャルです。 はい本日のアンケート e スポーツやってる人いますかテレビゲームの大会とか競技で参加してる人 A が「はい」B が「いいえ」えー、X ですけど川崎のシオンさんが私の母はゲームボーイのテトリスをやり込んでゲームボーイ壊していた <laughs> 十字キーの操作が激しくてすぐ効かなくなる3台ぐらい買い替えたなこのあの四角のね スマホよりちょっと大きいみたいな感じの持ってやるやつでしょあ,あれはよ俺も結構やってたなズキアカのちゃん姉さんも相当昔テトリスで飯食っていこうとしていたテトリスで飯食えるの <laughs> 世界大会テトリスってあるのあれ,あれでもよあれよ俺も一時死にハマってたわけよテトリス俺も好きであ縦棒落ちてくる時の快感あのさよ4段全部消えるやつとか あれとかやってたらよ、道から歩く時のタイル見ても出てるし見えるわけよ。<laughs> こっちなんかはめたやつさみたいな気持ちにならんなんか、下が全部消えるのにこれとかって。<laughs> うーん、それぐらいいいですかね、僕はまってたのね。<laughs> ご安全ご安全、チームベゴニア、新潟叶島愛です。はい、こんにちは。さて今日のアンケート、ブラボーの B。おんあんまはまってないんだ。なんかやってそうなイメージあるけどな。 中学の頃はゲームにはまりまくりで毎日病気状態でやっていたそんな中ドンキーコングっていうゲームで小規模ながら大会があり1位だったか2位だったか覚えてないけど頑張ったことあるよそれ以降は周りに太刀打ちできず敗退そして今この年だともう目が追いつかない半年に一度ぐらいうさんばらしにグランツーリスもラジアルゲームで東京シティをぶっちぎってるぐらいよ一応やってはいるんだ

並んで攻めてくるって、もおかしいけど、並んでくるわけ、で、どんどんピュ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 ってってからに。倒していくわけ、で、一個なったら、で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 、早くなってくるわけ。うん、で、後ろから通る、U. F. O. に当てるっていうゲームですよ。幸せなゲームですよ。牧歌的なゲームですよ、本当に。え。インベーダーゲームでしょ、その次にパックマンが入ったわけ。 分かるパックマン。道から歩くむしゃむしゃして歩く丸いの角行ったら U ターンとかできなくなるやつねパックマンドンキーコングあとねピンポンポのゲームあった。要は壁打ちの卓球みたいにこの横棒一本のやつを動かしてあっちが球が来るわけ。この打ち返したら、 あ違うブロック崩しやさしそうそうそうブロックがどんどん崩れていくっていう中に入ったらトク,トク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 ってやって全部消えていくやつ何時代のゲームの話だこれです<処>こんにちは猫のデコが好きですこんにちはアンケートを B まだ周りで e スポーツしてる人はいないけど3月に長男と一緒にその関連の仕事場の見学に行ってきた。 たくさんパソコンがあってみんなめっちゃゲームしていていい環境だったさ。その仕事場のスタッフさんといろいろ話をして自分も務めたいと思ったぐらい長男と次の仕事探しを今一緒にしているのでゲーム、パソコン関連また見学に行こうと思っているよ。長男よ、どうか ?e スポーツやってくれ。はい、進めてる。だってね、さっきの賞金聞いたらね、私は目が追いつかないけど、 長男頑張ってっていう気持ちになるよねはいありがとうございますいでも絶対よめちゃくちゃ奥深いと思うわけよ、うん、ただ毎日ゲームやっとけば上手くなるさではないと思うよ多分うちのディレクターさっき言ったさ内地まで行った時にこのストリートファイター無駄な動きをやったらダメって言ってた もう無駄な動きが何かもわからんけどやっぱり意味ある動きしないとダメってわちゃ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 ってただ何回も叩けばいいわけじゃないでしょ移するにね絶対こんなの深い h ブさんみさんな皆様こんにちはピカーン高速のチケットを取り損ねていったやつにパワーウェイブメンマメンですはいありがとうございますあれ <laughs> トランバイはどうなんのかな今日のアンケートのアンサー B でお願いしますスマプラ スマブラとか、PUBG、鉄拳とかのアクションゲーや格ゲーで通信対戦をしますが、下手の横付きレベルで e スポーツとはとても言い難いです。YouTube でプロゲーマーのプレイ動画をよく見るのですが、相手からの攻撃に対する見切りや策的能力が半端なさすぎて武道の師範を見ているようでした。 多分あのレベルに達した方々はマトリックスみたいにゲームの世界でダイブしてるんじゃないですかね。ヒープさんは格ゲーとかやったことありますか。いや今日も楽しく聞いてます。格付けのゲームですか。<laughs> なんすか。<laughs> あか、格闘技か。技あ、格闘技ね。ハ <laughs> マってないですね。格闘技のゲーム。うん。とにかくガチャガチャやる。<laughs> 相手と近づいてきたとにかくガチガチやるから全然勝てないですね、うん、これなんすか YouTube でプロゲーマーのプレイ動画を見る人がやってるのを、うん、YouTube で見るごめんなさいね本当にごめんなさい何が面白いか <laughs> いやいやすごいスポーツ観戦と一緒ですよなるほどここでこんな攻め方するのかつって <laughs> はえー 面白いんだ俺がじゃあ車のゲームを YouTube で見てるってことですよね、うん、俺で言ったら車の動画見た方がそうだっけおじさんだと話したらこんなになるわけよ <laughs> <laughs> そうなんですよねああそう。 あ動かし方を見てるってことかそのゲームのやり方技の出し方とかああゲームにはまってるわけね車にはまってるんじゃなくてってことだよねあ,あだったらこのゲームやってるの見るかなあ,あこういう動かし方があるんかとかはい、あ、すごい世界だなはいコマーシャルです。やばいやばばいい X 見たら ハッシュタティーサージパラダイスがゲームトやばい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 あの本当にゲームやってる人が「なんかこれ」ってなってラジオ聞いてから「これこのおじさん死に文句言ってるし」ってなるから「やばいやばいやばい」<laughs> <laughs> 本物がいいんじゃないかって知っておじさんが浴びてほしいけかこのラジオ」ってなるからやばいやばいこれ早く消えてこれトレンドからもお願い <laughs> 皆さんこんにちはケンポンですこんにちは アンケート B です。ゲームは20年前で終わっていますね。若い頃プレステ2だったかなグランツーリスモにはハマっていましたよ。ドリフトしやすいようにセッティングして歩かすのが楽しかったですね。最近断捨離していたらプレステが出てきたけど、グランツーリスモのソフトもあるか確かめてみよう。最近はスポーツになっていいことですね。いや、これはそうですよ。はい。だってこれがもう文化というか仕事になってるわけですからね。うん、はい。ありがとうございます。俺ね、荒れハマってた。 セガラリうん、あれはよあのー、初期の頃の事務所に誰かが飼ってからよ何どうせ終わった暇さあん時何も,何も仕事もないひっちネタばっかり考えてからにやあの時死にはまってたせがらりやりすぎでちょっと酔ってた <laughs> くる車用意してたんか <laughs> あ,あれははまったな確かにあいい時はまってたなせがらりはい。 えー、どうもピーマンですはいこんにちは答え B です僕はテーブルゲーム派でした小学生の時地元に裏口から入るゲームセンターがありパンチの怖そうな人が見せばででも小学生の僕の鼻から煙が出ていても何も言わないし優しいやからでしたでははいピーマンさんどうもありがとうございます <laughs> どこのゲーム屋にりってるわや <laughs> <laughs> はい、ありがとううございますそうですそでねああいう場所っていうのはなんかこの灰皿がなんか上にありますよね,すよねそうそうあのガラス板みたいなのの <laughs> インベアダーとかみんなこんなだったんですよテーブルみたいなゲームで本当に上で飯とか食,食いながらゲームとかしてたんですよラーメンとか <laughs> そうあしこまにもう100円こんな上に立つぐらい並べてからこの人100円玉やってましたね ああはいありがとうございます昔はそうゲームセンターに行ってゲームやるみたいなマッチャー側にゲームが置かれてるとかそんな感じでしたね、うん、えラジオねマタビチですはいこんにちはアンゲトビースポーツのジャンルではないんですけどたまにインターネットでチェスをやっています世界中にたくさんのプレイヤーがいるし24時間いつでも対戦できるし力量が同じぐらいの相手も探せるので便利ですよ。 対戦中や終了後はお互いにコメントを書いてやり取りもできます。かっこ役もしてくれる。へはい。対戦中にがっても連呼する外人もいた。紳士 <laughs> <laughs> のスポーツじゃないか。<laughs> はい、ありがとうございます。世界中に二十四時間、これがやっぱりね。 このすごいところですよね。うん。アイラバ86の皆さん、ヒップさんこんにちは。人相はローです。はい、こんにちは。アンケート b 趣味のゲームが仕事になって、結果が出ればちゃんとした収入も入るって。すごい世の中になりましたよね。僕はゲームは苦手ですが、e スポーツのようなことをして、パソコンを九大壊した実力はあります。いや、あの壊し方と全然違うわけや。変な窓がいっぱい開く壊し方だろうや。<laughs> 怖くなってから、すぐコンセント抜く壊し方だろ。九 <laughs> 代ってやけ、学習しれよって話ですけど、ほんでもうね。はい、コマーシャルです。えっと、エ旅ラジオ執筆さん、ヒープ三世代はゲーム落ちでしょ。登場が小学四年ぐらいだったはず。いだい大体これぐらいさ。じゃあ、みんな近所の仲良し教育隣組でキャンプ行くよっつって、海行ってからね。キャンプファイヤーとかやって、夜テントで、ね、眠るって言った時も。 ゲームウォッチ持ってきてるのずっとゲームウォッチやってるわけキャンプファイヤーもいかんでからあのお手玉のゲームウォッチ右から左にお手玉投げるんですよでまたこれ取るっていうで球がどんどん増えていくわけうん牧歌的な <laughs> 懐かしい <laughs> 死に懐かしいな えー、こんにちはトグロを巻いて聞いている PythonZ です。にょろにょろ。こんにちは。本日のアンケートを B。今もやってないけど小学生の頃に近所のゲームセンターで開催していたファミスタ大会に出たことはある。参加費300円か500円で優勝するとおお好きなファミコンのカセット一つもらえたはず。あいいね。当時ファミスタが大人気で大きい紙にトーナメント表まで書かれ夏休みを利用して参加していたな。ファミスタもちょっとやってたな。野球のね。 はいいありがとうございます確かになあれホームラン打った時で事気持ちいいんだよな、ねはい、ありがとううございますそうかああいうのって監督は自分でできないからねなかなかね、うん、コーラル金具シクさんキープさん皆さんこんにちはこんにちは私のアンサーは B だけどゲームはやらないけど上等なゲーミングチェアは欲しいな。 e スポーツでずっっとと疑問に思ってることがあります野球やサッカーの実況や解説は主にスポーツアナウンサーと元プロ選手がやるんだけど e スポーツの解説者って何者ゲーセンのオーナーとかゲームメーカーの人誰か教えてはい椅子ねあのバケットシートみたいな椅子でしょゲーミングチェアってあれ上等だよね俺ゲームやらんけど俺あれ欲しいんだよな車のバケットシートに似てるあれえっとですね解説はですね元プロ 現プロ現役のプロアナウンス技術のあるプレイヤーゲーセンの店員などなどがやってるみたいですゲームのねでも見たことないか分からないんでおっと今こんな技が出たみたいなことを言うわけですかあ技名をまずねああもうこれ本当にスポーツのやると変わらんねうん。 アナウンスや司会を目指している方はこれから狙い目のお仕事かもしれないですよなぜかというと数がまだ少ない、はあ、でも本人もゲームできないといけないわけですよねこれあの本当のスポーツの実況もそうですけど「おお!」とか「おりは!」とか「入った入った足おいえなんでかお前!」とかっていうのはダメだから俺はできないんですよだからゲーム見ても絶対これのいい言い方しかしないから「いけ!」とか <laughs>、はい、じゃあ続いて沖縄方面の「おしゃべりキッチン」のコーナーですどうぞ。 さあそれじゃあですね方言ニュース行ってみましょうか、えー。今日の担当は中川信子さんです。はいこんにちは。こんにちは。ちは,はいお願いします。はい大愚、はい、数用イーチェウガナビラ方言ニュースうつづきさびらチューンリカイムシラとおる記事からお話うんぬきやびた古数用の浮かじさあに古時のゴンガチから火曜日の方言ニュースうつづきし一人内びたん

e スポーツやってる人いますかっていうアンケートなんですけどあ,ーあの,あのなんとなくなんですけどねテレビでテレビの番組でもそういうのあったりするんで、はい、ちょっとやってみたいなと思うんですけど、はいはい、でももうこれにねハマっちゃいそうなんで<ー>、はい、しょっちゅうこればっかりなりそうそう,しそうそうそう,そうしたら座ってばっかりいるのでそうそうそうそ、ん、うそ、ん <laughs> 大丈夫かなと思って <laughs> こ,れそうこれもあるんですよ僕らとかの年齢になってくると何時間もずっと集中して座っていると腰痛、はい、くなったりとか、はい、足が痛くなったりとかねいろいろするんでね、はい、いろんなとこ不具合が出てきたらまたそれも困るかなと思って、はい、ちょっとあのいろんなものに興味あってやりたいタイプなんですけどはい、はい、これだけはちょっと今のところやりたい気持ちと。 いやいやいやこれから大丈夫かっていうのがあってまあ確かになんかああ頭のトレーニングでいいかなって思ったりするんですけどね,ね、はい、手先も動かすしね,すね、うん、あと腰が痛くなければいいかな <laughs> 僕もそうですけど今私も大丈夫なんですけど、うん、でももしかしたらね痛くなる可能性もあるので,ですよね、はい、じゃあもう控えときます <laughs> <laughs> ま憧れだけで <laughs> なるほどわかりましたはい、はい、ありがとうございましたはいニヘデビル はい、えー、今日の担当は中川信子さんでしたはいじゃあ皆さんのお誕生日を晩味してからにお祝いしますよいつものんびり青い野球帽子ですはいこんにちはヒプさん今日は公開放送のたんびに髪の毛のカラーが変わるみんちゅうさんの誕生日ですいつものやつお願いしますワンも青以外の野球帽子かぶろうかなでは時間までゆたしく、ね、それ違うだろそれは青い野球帽子って言ってんのにや <laughs> にそた赤い野球帽子とかいろいろ買うとも大変でもね。はい。みんちゅうさん、お誕生日ということで。あのね、えー、こんにちは、ゆうゆいです。はい、こんにちは。あの、本もありがとうございます。今日は、テイスピードの温中月中、みんちゅう,ちゅうさん、お誕生日だよ。多分、リスナーさんの中で一番遊んでるかも。これからも仲良くいたしく、ヒブさんからもいつものあれ、お願いしますね。ということで。はい。ゆゆいさんからも、他にも。 ユンタンザヤッシーさん息子はまゆいのちさんメンマメンさんお祝いが届いておりますよ。ね色入れてるんですよね髪にね民中さんはい民中さんお誕生日おめでとうございますあら本人から来てるさ皆さんこんにちはウォ温中月中民ウですこんにちはついに来ました本日私の誕生日39歳です少しでも若く見えるよう廊下とバトルしながら30代ラストを走りますあやっぱりゆっくり歩きます ヒップさんの運でパワーください。ではでは放送を楽しく聞いてますね。はい。民中さん、39歳のお誕生日、おめでとうございます。30代最後ですけど、まあまあ30代も楽しいですし、次くる40代もめちゃくちゃ楽しいですよ。うん、おめでとうございます。えー、皆さん、こんにちは。やんばる福木並木からリリリリスマイルリンダです。はい、こんにちは。お誕生日コーナーへお邪魔します。21日は。 イープーさんの地元の人生の先輩、テルヤ・ハルコさん。73歳、お誕生日です。おめでとうございます。これからも健康第一で、おしゃれされて、キラキラ輝いて、楽しみながら人生エンジョイされて、スマイルで頑張るんば。ハルコさんに、ますますの幸せ。来い来い。はい。えー、我が地元の先輩ですね。テルヤ・ハルコさん。73歳の誕生日。おめでとうございます。ね リンナさんありがとうねなんかこの先輩方のお誕生日いつもお知らせしていただいてはいありがとうございますあそうなんですそうそうそう皆さんこんにちは沖縄移住チェロ引きの宗本奈美ですこんにちは本日めでたく45歳になりました試写後入試でアラフィフですイエーイ東京に住んでいた頃は同じ誕生日の人と「誕生日に雨降ったことないよね」と盛り上がるほどの晴れ女でしたが 沖縄に来てからはだいたいいつも梅雨。それでも誕生日だけは曇りで済んだりしていましたが、ついに私も梅雨入り女になりました。ヒープーさんにお祝いしていただけたら、梅雨入り女も悪くないかなと思えるので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは皆様、カビに気をつけて、何回梅雨を乗り,乗り越えましょう。はい。沖縄移住チェロ引きの宗本奈美さん、45歳のお誕生日おめでとうございます。いや 40代楽しいっすよ油も乗ってきてねうんはいおめでとうございますでは5月21日お誕生日の皆さんまとめておめでとうございますえいハーピーバースデーお誕生日の皆さんの向こう一年間が絶対に健康でうんそしてデージュ笑える楽しい一年になりますように おめでとうございます。こっち食べてくださいね。肉食べた方がいいんじゃないかなと言っておりますよ。はい。さあでは、アンケート。うん。e スポーツやってる人いますはい。大会に出たり、競技やったりとか。A がはい、B がいいえ。えー、たまてろさん。キープさん、こんにちは。こんにちは。早速アンケート B。e スポーツはしたことないです。最近はゲーム自体しないんですけど、好きではありますよ。 ででも RPG が好きですね。学生の頃 e スポーツにもあるサッカーのゲーム「ウイニングイレブン」にもハマっていましたけど友達と自分の家で対戦して何回も負けてイライラしすぎて途中でコンセント抜いて「裏技使ってるドラっから山帰れ!」って返したことがあります。<laughs> こんなやつは絶対 e スポーツ向いてないですよね。<laughs> ヒープさんは将棋で負けそうなったら将棋盤ひっくり返すタイプですかでは。はい。ってさん 向いいいてないと思いますこれ、ね、<laughs> もうすぐコンセントから抜くっていう。俺はう使ってんだろ帰れお前が読んどいてや <laughs>。みたいなところですよね。はい、ありがとうございます。うんー俺は将棋で負けそうになってもひっくり返すタイプじゃないもう一回やろうっていう勝つまでやろうっていうもう一回やろうってって。ねどうしても勝てない場合は何かこぼす。 将棋盤の上にこなんかブワッつって <laughs> 一緒<に笑>はいありがとうございますウイン入れああこれも流行ってましたね、うん、僕はほとんどやったことないですけど面白いですかこれサッカー、うん、おおまあ、でもさあのさゲームやることによってほら実際にいる選手とか出てくるさ、うん、あれの名前を覚えたりちょっとしたルールを覚えたり っていうと面もあるよね確かにこれあるサッカー全然分からんけどゲームやってたらこのなんかオフサイドがどんな意味かとかあんなの分かってくるみたいなとこあるよねはははいえー、皆さんこんにちは東京から猫と星ですこんにちはアンサーへうちの旦那がやっているよ最初は iPad でやってたけどハマりすぎて50万する専用の PC 買って部屋に引きこもってやっているさ 一番ひどい時はゲーム優先家族は2の次3の次でからに私は e スポーツ滅びればいいのにと思ってて <laughs> <laughs> これはでもね e スポーツのせいじゃないですよこれ旦那のせいですよちゃんとこの時間を決めてねこんだけはやってあとはうちのこともやるとかあんなちゃんとやらないとそれはだからそうハマりすぎて時間わからなくなったらダメよこの時間決めてからやらんとね見てみ じとのタイトル「あの独特なナイスー」っていう言い方がまた腹立つっていうこんな言い方するの <laughs> ナイスーとかいいなんかねゲームによってはねじゃあ全然出て何時間も出てこないくせにナイスーっていう声が聞こえるんだ <laughs> ちゃんと皆さんね時間決めてからやってくださいね <laughs> ほんとにおい水曜日のカンパネラで「エジソン」という曲をねラジオから浴び出しましたけどおじさんの僕でも聞いたことあるというね <laughs> うん、はい、えー、っとですね。ひぶさん、皆様こんにちは。ヨレヨレ、親父パート2です。はい、こんにちは。早速ながら今日何歳は b。でも、自分の兄貴の息子は、この春東京の e スポーツ専門学校に進学したよ。あ、専門学校があるのか？e スポーツの。う、は、ん、あ 家でゲームばっかりやってた子で高校時代もあんまり勉強していなかったから大学はどうするんだろうと思ってたらい,いスポーツの学校に行くんだよと言われてびっくりしたプロゲーマーを目指しつつダメなら裏方としてイベント企画をやる方になりたいと言ってるけど果たしてどうなるかなと老婆心ながらちょっと心配になっているよでも夢があるならそれも一つの生き方なのかもしれんよねそれでは今日も最後まで千葉良才はい ヨレヨレ親父パート2さんありがとうございますまあまあまあね変な話この昔の人から見たらね今時のこの e スポーツ大丈夫かっていう心配になると思うんですけどまあ実際に活躍されている人もいるわけなのでもうある程度会談が出来上がってるってことですよねこれ活,活躍している人がいるってことは全く何もない状態ではないからいるから 夢はあるじゃないですか。階段、登っていけるっていうね。う心配でありますけど、まあ、やるんだったらもう一生懸命まず、まずはやってみ、っていうことですよね。うん。はい。いや、夢があっていいと思いますけどね。うん。e スポーツやってます。おはい。中部農林高校定時制には e スポーツ部があります。ええー。部員は20名以上いますが、 勝ちにこだわらず楽しむことを第一にしてるため、全国大会はほぼ初戦負けです。かっこ笑い <laughs>。そうなんだ。<laughs> はい、ありがとうございます。まあ、こっからまたね、さっき言ったみたいに専門学校もあるっていうことですので、進んでいこうって思う人も出てくるかもしれないですね。へえ。ー。すごいなゲーム部ってことですよね。はあ、う,うちの、 俺が高校の時にもしあったら、俺入ってたかもしれんな。デイジー一ュがめっちゃだよ、あの、あの、テレビゲームじゃないけど。喫茶店のゲームで、だ。一九、う一九四二だった。だ、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 ぶ。で始まるっていう。あの、飛行機のシューティングゲームですよ。デイジやつ、あと。魔界村。よ、よ 左から右に歩いていくというローールプレイングゲム立体じゃないですよね左から右に歩いていくとどんどんんかいろんなのんか魔物が出てくるとか斧投げたりとか走ったりとかやるやつねあとゼビウスピロリ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 ロってやるやつね3機合体させるやつ5機合体させるやつ イブさん皆さんチャーガンジュ今日も聞いてますせチョロスケっすこんにちは今日のアンケート A ですおんいますよおいっ子がやってます趣味の範囲を超えていて若干引きます SNS の世界でも知られてるみたいでないからも会うために来ますよ安静れもの時間も千葉利用さえマジかタイトルその界隈では有名人みたいええっないからも来るを 相当有名やしはあはいありがとうございます。<laughs> 若干引きますってどれぐらいなのかな、うん、部屋入ったらもうなんか真ん中にあのゲーミングチェアあってなんか画面がバーンあるみたいな感じ <laughs> へえいやでもあれじゃねえか有名人だったらこれイけるわなにこのなんか大会とか出てもねえ。 これでもすごいのがすぐ世界大会ってことだよね。ほらだってオンラインでみんなつながってるってことは一気にもうすぐ世界大会ってことさ。なんか普通のスポーツだったら地区大会県大会日本一アジア一世界一みたいなのがあるさこ,うこんなのもう関係ないさすうすぐ用意丼みんなで。ねあそっかそういうことか。 皆さんヒープさん今月は「ああついに来たか」と思ったイケペイですよ。まあねえ深技してる人にとってはね。うん、アンケートヒープさん「梅雨時期だけ月き人募集やってます?の」のえやってないですね、うん。最初「いいいいあんなのはわなちの若いの美川がやるもんでしょそれに俺はいまだにゲームにスポーツつけるのを認めんのになと思っていたんすよ。そしたら思い出しました。 少し前に、純駆動の地下で、クニフィーこと、カンナ・クニヒロ主催で、ファミコンのいろいろを語る会、的なイベントに参加したんですよ。その中で、ファミスターをトーナメントで対戦するっていうのもあって、僕ちゃんもやりました。一回戦を勝って、準決勝でクニフィーに負けました。アニヒィは、いや、言い方よいや。アニヒィこっちのちょっとしたミスにつけ込んで、点取り寄ったんですよ。こっちが T1 c じゃにもかかわらずっすよ。 関係あるかまえこれ。<laughs> まあでも盛り上げましたね。イブさんファミスターってどんなです？はい。イキペイさんありがとうございます。いやいや僕はもうこんななんかトーナメントとかあんなのに出るレベルじゃ全くないです。もうだって覚えてもいないのであんまり。ね。カンナ国広杯、国フィー杯。<laughs> まあ名前つけてやるくらいだから本人は得意なんですよね多分ね。<laughs> うんはい。 いやこんな楽しいって絶対盛り上がるってこんなのだったらよ人がやってるゲーム大きい画面で見ても楽しい、うん、お頑張れケメンやとか頑張れくれヒーとかなるさねえうんはいみんなで見るっていうのは面白いかもしれんな対戦型のゲームうーん朝から最高の天気で洗濯を晩年干している東京からタンタンのままです沖縄試合ぶってるよ ね、うん中に息子が食いつきそうな今日のアンケートそもそもゲームを仕事にするってみんながみんな稼げるものなの仕組みや内容もよく分かっていないけどとりあえず息子がやりたいと言ったら親として何て言うのが正解なのかなヒープ大先生教えぜひ教えてはい淡々なママさんありがとうございます まあ基本は僕もだってねお笑いやりたいとか演劇やりたいって言った時にまずはやってみーって言われた方なのでまずはやってみーとは言いたいですけどなんていうのかなみんながやってるからやるとか流行ってるからやるとかはちょっと違うかなと思思いますね。いや僕は本当にゲーム好きなんだよって,っていうその気持ちが熱ければ熱いほど一生懸命やるだろうし、うん、長く続くかなと思うのでその辺を見ますかね。 うん、はいはやってるからやるっていうのはすぐやめるわけよ、うん、はやれってどんどん新しくなるしね、うんはい、じゃあコマーシャルです「X」で金曜定期便さんが「数年前は水曜日のカンパネラをコンパネって言ってたのにしっかりインタビューできている」ええ、わざとだよ <laughs> わかっててやってるんだよ。カンパネラっていうのは何が面白いかなと思ってコンパネって言ってるだけだってや。<laughs> <laughs> もうわかってる。もう大丈夫。はい。ヒブさんお疲れ様です。大阪からチームトレードしはやぶさのノガポンです。今日も頑張ってるね。頑張ってますよ。して、アンサー B。おいらはプレステ5ぐらいしかやっていないですが、長男がやっています。なんかのゲームで、 世界の上位3%に入る腕前なんだけど自慢されるけどさっぱりわかりかません。ただ昔はパソコンでゲームばっかりしていて心配だったけど大学入試はゲームのプログラムを作って関西学院大学に AO 入試で合格し去年大手銀行のシステム開発部門に就職したぐらいなのでなんかすごいんだろうなって思います <laughs> 大丈夫やや。いやいや なんかじゃないさ相当すごいよしこれ何大手銀行のシステム開発部わッキサさーやええ世界の上位3%に入るった相当どうや分からんなんかのゲームだけど分からんなんかピコピコ押してるみたいだけど <laughs> 大丈夫やみや <laughs> はいありがとうございますすごいね いややっぱり極めたらこんななっていくわけ好きだったら本当に好きだったらこんななっていくわけよ素晴らしいじゃないかねえいや本当に一昔前まではこんなゲームばっかりしょっちゅうやってたらあんた大学にも行かなくなってくれっていろいろ言われてたのに逆なってるからなすごいよねヒブさんこんにちは平日ヒロインやその推し Z だぜはいこんにちは 本日のアンサー BB なんですが競技種目にもなっている「エイペックス」「フォートナイト」「スプラトゥーン」あこれ聞いたことあるななどのゲームは好きでプレイしています e スポーツの大会を見るのも好きで好きなチームはクレイジーラクーンゲーマーをかっこよく見せるっていうのをコンセプトに活動していてとても人気のあるチームですまた e スポーツプレイヤーには沖縄出身の方もたくさんいますよなんかそうみたいですね ステージゼロという高校生の e スポーツ大会では N コ沖縄が常連で優勝を何度もしていますこのままだと無限に語ってしまいそうなのでこの辺で「さらばだぜ!」はいありがとうございますやその CZ さんこれチームがあるんだ何人か所属していてあかっこいいなあえ同じゲームをやるのそれと俺は例えば何だつやる俺は なんかグランツリスもやるみたいな人たちの集まりってこと大きいチームになるとれれいろんなジャンルがあるああ1個のゲームの種類でチームをつくかっこいいねユニフォームとかもあるのああ F1 っぽい感じはいはいはいあ練習相手になる人練習だけうううもう死に本格的やしはあもうなんかもうなんか 頭に浮かぶね大会の時になんか A のチームは全部真っ黒なユニフォームで「<laughs> 来た黒いカラス軍団だ!」みたいなやつの「ババン!」みたいな「このゲームであれなんか勝てるわけないじゃん!」みたいな「あいつの誰だの必殺を見たことあるかお前」っつって <laughs> <laughs> かっこいいな,ん,なんかねラジオネームゲームはやらん元コンピューターや はい、このにちょっとやらないんだ昔某ゲーム、えー、かっこはこれカットですね、えー、受注受発注プログラムをさせられた納期までが短く東京の業者がやらんかった仕事を沖縄の小さい業者が受けたまるまる1日現場で仕事を1ヶ月布団はないので段ボールをかぶり銭湯が良いラーメンばっかりの食事なんとか間に合わせて世の中は新しいゲームでニュースになっていた ワンノウかけどうやと内心満足だった。<laughs> 余談参加メンバーはほぼやめたよ。<laughs> はい。かなり有名なゲーム。ね。うん、僕でも知ってるやつですね、これね。うん、あれを作った。はい、ありがとうございます。こうやってプログラマーの皆さんのね。 篠に重要な努力があって <laughs> ゲーム機は作られているわけですねはあ、すごい並ぶもんねいつ発売ってなったらもんね、うん、はいで曲ラジオネームゆいゆいさんからのリクエスト篠原涼子 with T. 小室で愛しさと切なさと心強さと入りましたティーサージパラダイス昼にボケとこ はい,い、やってきましたよ。昼ボケのコーナーということで、今日もね、一番面白いベストオーギリストを決めましょうね。はい。今週も素晴らしいお題です。はい。あんた、あの子の何な,なのさ、みたいなことを言ってください。はい。いろんなパターンがありますね。この、まあ、この、リズムを合わせるパターン。あんたを合わせるとかね。いろいろパターンありますね。はい。いきましょう。一発目。シャバドーンさんの。 あんたあの子のなんなのさみたいなことを言ってください。<music> 安心コロコロ毛がつくば。ミーナットのよう。<laughs> これは <laughs> あるあるですね、うん。結構つきますね。僕もね。うん、続きまして <laughs> エロザイルさんのあんたあの子のなんなのさみたいなことを言ってください。 ここがお猿の惑星さ。はい、ね。今やって、今バンバン映画やってますからね、今ね。ああ。非常に楽しいでしょうね。今ね、エロザルスがバンバンを案内画やってるからね。<laughs> 続きまして。かかしら二時50分さんの。あんた、あの子のなんなのさ。みたいなことを言ってください。おかえりなさいませ。ご主人様。<laughs> あんたあの子の何な,なのさおかえりなさいませご主人様近いかこれ <laughs> はいありがとうございますちゃまちゃまさんの「あんたあの子の何な,なのさ」みたいなことを言ってください <noise> あんちゃ廃車の予約を忘れてるさ <laughs> 港のよく横浜フフフフ 「あんちゃん」って久しぶりに聞いたな <laughs> はい続きましてデコがベジータさんの「あんたあの頃な何なのさ」みたいなことを言ってください「<music> なんで食べてないのに太るかねえ」「<laughs> 港の横こよなんでかねみたいなね <laughs> 食べてると思うよ みんなこれようけどいやいや食べてなかったら絶対痩せていくはずだっけよ <laughs> 食べてるんじゃないかな、うん、丘の上のビーチクリーンさんの「あんたあの子の何なのさ」みたいなことを言ってください <music> 雨か今日から梅雨なのかそうっすねまさにタイムリーなやつですねはい1ヶ月は続くからなうん 言うなパパさんの「あんたあの子の何な,なのさ」みたいなことを言ってください。パンダあの黒サングラス <laughs> 違うだろうや。<laughs> あれサングラスだったらビビンドウや。<laughs> 取ったらこっち白やんばじゃあメールのところあ、はい。ありがとうございます。あれがないからこのんていうのつるがない見えてないしね。まあ はい、衝撃だなガワミさんの「あんたあの子の何な,なのさ」みたいなことを言ってください。<music> なんと見事な平城京。へい <laughs> 港のようこ。<laughs> なるほどこれ,これあの社会の時間とかに使,い使われそうなやつねこれね、はあ。続きましてシャバドゥンさんの。 あんたあの子の何な,なのさみたいなことを言ってくださいハッサーガンダム旦那のさ <laughs> 旦那さんがガンダムムッチャーみたいです <laughs> <laughs> 何いや旦那さんがトラックムッチャーみたいに書いてるけど旦那さんガンダムムッチャーやんばのやがガンダムムッチャーにうちの旦那ガンダムムッチャーだろきさつって忙しいよつって <laughs> 基本日曜日はみだけどもな戦い始まったらいかんといけないみたいなね、はい、ラスト魚座の右側さんの「あんたあの子の何な,なのさ」みたいなことを言ってください「ファンタあそこにあったとさ」<laughs> <laughs> いやこれ <laughs> 全然かっこよく言うセリフじゃないよ ああああそこにあったたとささ <laughs> 見えないいよ <laughs> あそうね、はい、<laughs> さあ出揃いましたじゃあですね本日のベストオーギリストは CM の後発表しますのでコマーシャルはいじゃあ本日のねベストオーギリスト決めますよ。あんたあの子の何な,なのさみたいなことを言ってください。ねパンダあの黒サングラス」ねっ言うなパパさん衝撃的ですよね。 あんな誰も気づかなかったんだあれね、うん、シャバドゥンさん「ハッサガンダム旦那のさ」なんで「ハッサ」この「ハッサ」は何の「ハッサ」ね「ハッサ」ッサッサね、ッサ大きいねえじゃないよこの「ガンダム旦那のすごいでしょ」みたいなねうんシャバドゥンさんねえー、今日一これですかね「ファンタあそこにあった」とさ。<laughs> <laughs> 大右側さん「あった」「とさ」「とさ」っていうところがいいですねなんかね、はい、今日は何かあれですねリズムがぴったりなやつが結構ありましたね「パンダ」「あの黒」「サングラス」「<laughs> あんた」「あの子の」「あの黒」だから結構ねちゃんと「ンを踏んでるというかね「うん、ガンダム」は全然「ンは踏んでないですけどね、うん、いいですねはい素晴らしいいいですね はいまだまだこれでボケてくださいよろしくお願いしますはいじゃああボツコーナー、えー、文字数を合わせる気がない人たちのコーナーですね原文はあんたあの子のなんなのさですけど子、えー、猫を拾ってきたらおばあに叱られたねユンタンザヤシーさん <laughs> これはもう <laughs> <laughs> 趣旨説明から必要なのにいやいやあのね <laughs> なんて言ったらいいのかな一応セオリーみたいのがあるんですよこういう場合って「あんたは一緒」とか「リズムは一緒」とかいろいろあるんですけどこれ昔話ですよねこれねただ <laughs> <laughs> ペンギンさんバニーガールを育てたい。 <laughs> 全然意味分から全然意味分から全く自活も合ってないですしね分さんこの曲がり角行ったら舞平さん家ですねこれもよく分かんないですね <laughs> 何に合わせたのか合わせてないのかもわからないですね <laughs> はいありがとうございます <laughs> あのまあはい一応没コーナーとしてね文字数を合わせる気がない人たちのものをね紹介しましたけれども あのー、分かるよねここ狙って送っててくんな,よ <laughs> こんなんやったらもう何書いてもいいやし <laughs> どうやらユンタンザヤッシーさんとか勘違いしてるっていうかまずルール説明からしないといけんなっていうところあるんですけどあるんですけどヤッシーさんんはは悪気はないんですよで今からこれやると悪気がある人たちが送ってくるから。<laughs> 一応、はい。みたいなことを言ってください。ね。みたいなこと。はい。お願いします。<laughs> じゃあ、アンケート戻りまして。本日も聞いております、ヌー太郎です。こんにちは。こんにちは。本日のアンサー B です。ゲームにのめり込んでいた時代にそんな言葉がなかったか、なかったですからね。ちょっと前かじゃ。ね。どんなゲームが e スポーツになっているかを一覧を確認してみたところ。 スト2プヨプヨグランツーリスもと私がハマったゲームも e スポーツの対象になっているようですおヒブさん今日のアンケートのテーマを聞いて私なりにこの番組のリスナーがうまそうなゲームっていうのを考えてみましたそして答えが見つかりましたそれはテトリスです歯抜け状になったブロックの隙間にはまりそうなブロックをぶち込んでブロックを消すゲームテトリスは ない歯の代わりにコーンとかイカゲソを詰めて余計に虫歯が進行して歯がなくなるハーモリスナーにぴったりのゲームだと思うんですひぶさん小さ味ハーモテトリスクラブは絶対に世界最強ですよ世界中のハーモーを新観させましょうでは本日も楽しく聞いております世界中のハーモー向けにわった発信してこんだじゃん <laughs> ゲーマーじゃなくて <laughs> 誰がお前テトリスのあのハーないハーないとこにテトリスのあれ入れようかなって思うかや前4本ない人はバ4本ば下りてきたら横にしたらちょうどはまらないこっちね1個っていうのないからテトリスはそうなんですよ1個はないから4本ば横にして跳ねるみたいな凸部分のテトリス下りてきたら1個跳ねたら長くなるよ歯がこっちが何の話そうか <laughs> 何の話そうが、はいありがとうございます <laughs>、うん、こっちハイ、はい、サイヒープさん面白に素直な皆さんめっちゃ久しぶりに投稿しますヤンバルの海モンキーですおお、ありがとうございます本当ですね久しぶりですね早速ですがアンケートは、A、私ポケモン GO をやっておりましてポケモン GO ってただ歩いてポケモンを捕まえるだけではなく p p v 合って,るこれっていうリーグがあってランキングに応じて顔は見えませんがランダムに選ばれた相手とポケモンバトルができます。来月頭に日本選手権があり最近沖縄県代表を決める大会があり。 なんとうちのの職場の同僚が沖縄県代表に選ばれましたこれで優勝したら毎年8月ごろに開かれる世界大会に参加できる資格が与えられますこの大会は YouTube でも配信されていて50過ぎるおじさんですが熱く視聴してますよでは時間まで頑張ってください死にすごいとか近くにいるだしええー、沖縄県代表いや何でも何でもいいですよ沖縄県代表なったことある すごいよねはあはいまあ世界大会に行くには日本選手権で優勝しないといけないということですけどど,どうなんですか沖縄のポケモン GO のレベルっていうのはね気になるねそうなってきたらね、はあ,あいや日本日本の大会全国の大会行ったらうわ こんなこともやる人がいるのかみたいなこんなに見るの楽しいかもしれんね確かにね